根さんのが2つどっちかな。なんかねスライドは20分ぐらいなんですけど、はいはい、ドローイングの方がこれ30分あるんだけどずっと同じ感じなので早回しがの方が面白いと思います。まあ、うん、最初に再生して持たなそうだったら早回しみたいな感じにします。うん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 、これとこれの2つって感じ。そうですね、そうですね、両方動画になって。どっちから、うん、スライドの方がいいかな。うんうん、ちょっとじゃあ今のやつが分かりやすいかも。最初このこれ、うん、これですか。ちょっとじゃあ早速。はい、ありがとうございます。出ました。これはなんかあれなんですよね、自分映像の陰を出てはいるんですけど、なんか映像と平面みたいなことずっとやってて、はいはい、うん、でね、これはプロジェクターで紙に映像を投影して、はいはい、その動き、はい、例えばこれだとこのヒッチコックのめまい、あ、映画をこう2時間投影して、はいはい、その画面上で動いてるところを線で追うっていう作業をしてて、平面に置き換えるみたいな、はいはい、映像を平面に置き換えるみたいな作業ですね。あ、動画である映像、そうそう、映画を平面静止画に、そう、ドローイング2015年、うーん、2015年なんですよね、結構もう経つけど、でこれほなんかいろんな映画とかやって、はい、最近はちょっとやってないんですけど、うん、まあ修作としてやってたっていう感じですね、はい、うん。これ色は何で決まってるんですか。色はこれパステル使ってるんですけど、色の選択とかもね、あのその映画のイメージみたいな色の選択の仕方してて、はい、でこの作業自体も自分の中でこう映像を置き換えるみたいな作業をしてるつもりなんだけど、うん、結局さ目の視点の自分の範囲とか、はい、基本動いてるものを追うんだけど、はいはい、画面上で動いてるものって結構無限にあるじゃないですか。あ、そうだからね、なんとなくこの出来上がってる方を見ると、はい、なんか中心が密度高くなってるんだけど、あ、結局なんかやっぱねちょっと作業してて自分の中で整合性が取れない部分とかも出てきて、結構なんか結構やってたんですけど、でこれはねこの4作は、はい、ライブカメラをプロジェクターで紙に投影して、はい、で右上のこれとかはなんかロンドンの街中の監視カメラ、あ、ライブカメラで配信されてて、はいはいはい、それを2時間ぐらいかな、2時間ぐらい青い線で、青だよね青い線でやって、うーん、で「アンドネイチャー」って書いてあるのは確かねサバンナとか、はい、どっかのその公園のモニターカメラみたいなあるじゃん、なんかライブカメラで配信してますみたいな、動物ほとんど映んないんだけどそれをこう風のそよぎとかを緑色で描いたりして、お、これも映像を紙に置き換えるっていう作業をした感じなんですけどね。あのあれですか、なんか、うん、ニュースとかでお天気の、うん、そう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 、ああいう感じですよね。でライブカメラね、結構検索するといろんな世界中のがあって、結構面白いんですけどね。そう、それをなんかずっとやってた。
色変えたり、はい、だけどやっぱその色の選択とかカメラのその映像の選択とかがその作品、まあ、作品っぽいものはできるんだけど、はい、作品として完全にこうなんかそいつこのこうやつらを作品として出すみたいなことはしてなくて、はい、そうなんか作る過程で行為とできたものはまあなんかそれっぽいものができてるんだけど、うん、説明をするときにちょっと自分の中で整合性が取れなくて、うん、今はやってない作業かな。うん、結構映像を勉強はしてはいるんですけど、まあ、平面の情報みたいなことをいろいろちょっと修作やってるって感じで、これ油でなんか右2枚セットなんですけど、はい、両方の右側のやつはなんかちょっと具体的に書いてて、はい、で隣のやつはまた違う、これ何号だったか30号かまた別のキャンバスに同じモチーフを見てるんだけどこうちょっとより抽象的に情報を曖昧にして書くっていう作業をしてて、これは写真を見ながらやってたんですけど、これはなんかね魚市場のなんか画像を見ながらやったやつで、まあ具象と抽象のこう、うん、これ写真のサイズとキャンバスのサイズって、うん、もうね写真はね、はい、なんか普通に A4 とかにプリントしたやつを置いてそれ見ながら、まあ要所要所こう拡大したりとかしてるんですけど、なんかその抽象具象の作業をちょっと実際自分で手を動かしながらやってみたくなってやってた作業ですね。うん、まあね油絵なんですね。なんかそう 絵はねなんか大学美大で絵の勉強はしてないんですけど、はい、高校の時に高校がちょっとそういうとこ で絵はまあ昔から好きで描いてて、うん、高校で3年やってもう断筆宣言みたいな断筆宣言して大学はまたちょっと工学部で目の勉強するようなとこ行ったんだけど、でもやっぱ工学部行くと定量化の世界が多くなっちゃって、でなんかその時ちょうどなんか脳科学の質感の話みたいなのがすごい流行った時代で、でなんかあもう一回ちょっとこっちの勉強したいなと思ってムサビの映像の大学院に来てて、でなんかもう一回作業をもう一回やり直したくなってああいう油絵とか描いてて、そうでこれはゼミで中国に行った時の展示で、はい、これもね右側の画像これねなんか市販どれくらいあったかなサブロクスチレンボードみたいなのを現地調達して、はい、その何も置いてない方のロケーションのところを現場見てこのサイズ入るなと思って設置したやつ。なんかね場所個人の場所は決まってなくて、はい、で場所にどう対応するかみたいな話でこれ今プロジェクター映ってる方はすごいなんかネタバラシ的な感じではあるんですけど、はいまあ、あれはモニターとかじゃなくて単純にスチレンボードにプロジェクターで映像を映してるだけ。向こう側にスチレンボードが、そう奥にねスチレンボード立ててて、はいはい、手前のプロジェクターで当ててる感じ。あれ元々の部屋ははなんかね変なっていうかあんま奥行きない、はい、なんか段差がある物置なのかな、なんかちょっと分かんないですけど、あじゃあこれぐらい弾けてこれぐらいのスチレンボードが入るからここにしようっつって、
マッピングソフトで、あ、四隅をびっちり当てて。あ、そっか、そうそうそう。へえ、そうなんですよね。そっか。結構なんか場所に対してどう何を置くか作るかみたいなのは結構なんだろうな、ちゃんと作家として活動してるわけじゃないので、うん、例えばこういう場所がサメちゃんの作品があって、この作品をこういう場所でみたいなオーダーとかなくて、うん、なんか場所がある、あ、こういう場所なんだ、はいはい、じゃあこういうの作ろうみたいな感じなんですよね、いつも、うん、だから なんだろうな、まあ、いろんな多分やり方が人それぞれあると思うんだけど、なんか自分のやり方はなんかこんな感じ。これはもうあの増山先生にもだいぶお世話になって、これ記録を取ってもらったりして、これはね、はい、終了制作かな、むさびなんだけど、これももう場所が決まって、うん、あ、こういう場所です、じゃあこれぐらいのスケールのものを置けますっていう、で最初、まあ、やりたいことシステムはもう組んであったんですけど、はい、場所に対してどう展示するかみたいな、あ、でこれはあのなんかね、部屋の中にカメラが仕込んであって、はい、それをね、マックスでこう処理してリアルタイムで合成して、それを箱の後ろからプロジェクターで映すみたいな。このカメラは部屋の、まあね、何を映す？ USB カメラが部屋に何個もあって、あ、なんか外のちょうどね、はい、雪が降った時で、外、イメージの一番端のやつとかは外の風景と中の人がこう合成されてるイメージ。なんかなんだろう、あのホームセンターとかでさ、はい、監視カメラコーナーみたいなのあるじゃないですか。ありますね。あれでこう、あれどこから撮ってんだろうなみたいなののカメラ何9個ぐらい置いてたのかな。へえ。それをリアルタイムで合成するので、なんかあのイメージが重なったようなものが画面に表示されるっていう。え、リアルタイムの合成って、うん、それなんかデジタルなシステムでそう、Mac がね、下に仕込んであって、はい、そう、マイコンとかじゃなくて、あ、MacBook 3台ぐらい使って、あ、そう、いや、それ処理して、それをまた吐き出して、へえ、そう、プロジェクターに。なんか、最初、これがなんか、あの箱、うん、箱がなんか仕組みになってんのかなって今思ったんですけど。あ、もうね、これね、箱はもう、スクリーン、変更フィルターを、こう、1枚、なんて言うんだろう、なんか例えられるかな、なんとかボックスみたいな、もうスクリーンがただ貼ってあるだけで、はい、これ裏に回るとプロジェクターが3台置いてあるんですよ、はい、でプロジェクターに映す映像の素材は全部机の下に、ああそうなんですか、そう、あの箱はもうスクリーンだけみたいな、そう、なんか もうたまに、うん、なんかこうただこう映像を流してるものをこうアナログなやり方でこうなんかレイヤーにするようなのとかは見たことあったんですけど、それ全部デジタルでだって吐き出すだけにしてしまってるのっていいですね。やってた。なんか後ろはとても見せられないけど。これはまた平面かな。これもね、これ展示やった時なんだけど、これなんか画像になっちゃってるんだけど、はい、ね、キャンバスに布を貼って、はい、写真をプリントした布、はい、薄い布をキャンバスにあのスプレーのりで、夜な夜なスプレーのりでこう家の床がベタベタになるまでに家でやってるんだって話なんだけどやってこう伸ばして、はい、薄い布貼ってでびっちり四隅も決めて、うん、でなんかボードみたいなやつにちょっとアクリルで、色をつけてるっていう作業なんですけど、なんかね、やっぱ平面になってくるとね、こうなんか自分の中で整合性が取れなくなってきて、そこがね
ちょっと自分の未熟なところではあるんですけど、そのなんか今まで出てきた平面全部ですけど、うんうん、なんか、うん、なんていうかこう最終的にこうなるっていう計画のもと動いてるのか、うんうん、それとも結構偶然性に任せてるのかってどっちなんですか。なんか結構これこうしようっていうのはあるんだけど、はい、作品としてさ 60% とか 70% とか自分の作品がこう目の前に出来上がってきた時に、はい、あ、なんとなく違うなみたいな、でそこでまた当初計画になかったものみたいなのをエッセンスとして入れちゃうか入れちゃわないかみたいな迷いが生じるんですよね。だから単純にコンセプトが甘いんだと思うんですけど、そこの作業がねやっぱ平面やってて、だ映像で言うと撮れちゃったものをどう扱うかみたいな、そこがね難しくて、結構なんか他の作品とか、うん、例えばこうゴミみたいなのをわーって山にするようなのもあったりする、ああいうのが見た時に、うん、なんかこれ偶然こうなったのか、いやそうそうそう、計画してこうなったのかどっちなんだろうと思う時は結構、ね、そうなんだよね。だから本当美大のさ、うん、美大の中にいて作品に触れる機会ってめちゃくちゃあるじゃないですか、うんうん、要は展示とかじゃなくても、うん、あの授業ごとの作品とかさ、はい、だそういうの見る機会がめちゃくちゃあるがゆえに、うん、こう作品としてどこまで意図を持って作ったのかみたいなのってさ、うんうん、なんか自分まだこうなんだろう、完全なアプローチの方法っていうのを見出せてなくて、うん、そこどうすか。いや僕も全然いやだからそう、そこがね多分そうですね、なんかちょっとチープな言葉で言うと生みの苦しみ、あこれ死後ですか。確認されてもだからね、生みの苦しみって全然アイデアが出てこないっていうフェーズの、はい、その先の作品作っていく過程でこれってこうでいいんだっけみたいなのはね、ほんとあるから、なんかそれはもうなんかさ、まあ、過去にももう全部偶然性に任せるとか、うん、そういう運動もあるじゃないですか、はい、作家のスタイルとか、ね、だけどあ、まあ、そうなるんだろうなっていうのもすごい理解できるし、うん、でも逆にそういう運動がもうすでにあるから、じゃあ自分はどういうスタンスで作るべきかなのかとかはやっぱり、うん、か硬すぎる今日これ大丈夫真面目かなんか大丈夫かな。いやいやまあそうですね、うん、だ映像とかさ、増山くんとか映像作っててさ、はいはい、多分どんなメディアでも起こりうると思うんですよ、そういう、うん、なんかこの線とかこのラインこのオブジェクトみたいな、そこら辺のね詰め方っていうのは多分まあ、場数踏んでいかざるを得ないのか、まあ、コンセプトゴリゴリに固めて自分のスタイルをもう作らざるを得ないのか、うん、なんか偶然に任せると結構、うん、やっぱ手が動くんで、うん、なんか手数増えるなと思うんですけど、うんうん、なんですかね、結構やっぱそういうの見た時になんかうん計画的にこれ作ってたらこれ本当すごいなと思うけど、偶然だったらそうだね、そうだよねって、うん、あんまりなんていうんだね、うん、ていうか映画撮る時とかもそうじゃないですか、やっぱ計画と段取りみたいな感じになってると思うんで、うんうん、そうですね、そこら辺のなんかじゃあそうだよね、映像で言うとだから撮れちゃったものの扱い方みたいなねなんかあめちゃくちゃいい、うん、あの遠くに歩いてる人このタイミングで来てくれたみたいな、うん、その制御できない部分を実際のこうパッケージの中に入れるか入れないかみたいな、うん、うん、
コントロールが届かないところって映像だとどうしてもありますよね、うんうん、アニメーションとかだとあんまないだろうけど、うんうん、実写そうねそうね、うんうんうん、言っちゃえばこの映像も今やってるこれも、うんうん何が出てくるか僕も分からないんで、ね、だからまあその真ん中の工程は意外とコントロールが効かなくて、うん、その前後計画と編集段階でかなりこうそっかそうだよ ね, ロジカルになりますね映像はまた編集がそうですね料理か料理に似てるかもしれない確かに確かに、料理素材をと編集するっていうのはまあ料理にすごい近いっていうかどう味付けして同じものでもそのアウトプットの仕方中華料理なのか日本料理なのか洋風なフランス料理なのかとかでも多分味付け変わってくると思うんですよねそれは映像も同じかなっていう感じはしますねそうだよねてかその関根さんの作品ってちらほら見てるつもりでいたんですけど、うん、全然知らないのこれ何なんですか今映ってるこれねこれ北くんのあ俺見に行ったかサメちゃん確か来てくれ、はいはいはい、ちょっとも一個戻るとほんのちょっと戻るとこ れ, そうこれも 見たことあるそうこれね100号ぐらいのサイズでなんかそのお店兼ギャラリーみたいな友人のところでコンドルっていうお店の名前だったんですよねでだからちょうどじゃあ鳥をモチーフにしちょっとこれも書きかけてたんですけど展示じゃあそこでしようっていうふうになってでこれビデオカメラを天井からぶら下げワイヤーでハンディカムぶら下げて、まあ、長官みたいな、はいはいはい、鳥の視点みたいなものを置いてこれ HDMI であのその店舗内に置いてあるモニターに出してたりしてたんですけど、まあ、正直それ映像が面白いっていうことは別に特にはないんだけどこの場所でこのモチーフでこういう展示をするっていう、うんまあ、やっぱ場所そうです、ね、場所性にこう言及してるような作品かな。これもね、その店舗内にこう友人が吉田君っていう人なんですけどセレクトしたこうものが置いてあってこうフル道具小道具いろいろ置いてあってそれの中にこう自分の作品とかも一緒に展示させてもらったりしててすごいなんか面白い作業にはなったかなと。サメちゃんの先輩、うんですね、はい。あ、そうか。建築。うんうんうん。そうです。うん。そうそうそう。これは6畳でも2018年だからね。早いですよね。僕もその時まだ業務補助だったから。そうそう。でこれがそのお店の反対側なんですけど、なんか棚にこういうなんかあの瓶とかそういうオブジェクトは吉田くんがセレクトしたものでお店のものです、うん、その中にキャンバス壁かけて置いたり棚に置いたりで下にもね古いビクターのあれがあるんですけど、うん、DV テープのカメラがちょっとこれそうそうそうこれもアウトでこの布で包んでるのがモニター包んでてなんか足元の映像そのモニターで見れるみたいな感じ。これこっちのは棚に1個2個3個四角いやつもモニターなんかフォトフレームみたいなやつなんですけど、あ、思い出した。 それ木箱で包んで覗き窓みたいな作って、そうそうそう、なんか隣に置いてあるいろんなモチーフとかはもともとお店にあるオブジェクト、モチーフとか、うん、この赤いのが、うん、これもね、
なんかこう線、これも絵なんですけど線みたいなのが書いてあって、はいはい、これもね、あの最初の方にさ、あの映画を投影してたりライブカメラを投影してドローイングしてたのがあったと思うんですけど、はい、その名残であのキャンバスに、鳥が飛んでる映像を投影して、あその鳥を追うみたいな、へえー、だからなんかちょっとあのうにゃうにゃした線が入ってると思うんだけど、うん、そう鳥の痕跡をそのキャンバス上に置いてるっていう感じかな、うん、でもねそれもね鳥の痕跡ってみたいなとこがあるからねなんかかっこいい飛び方、鳥かっこいい飛び方をする鳥みたいなのもいるんだけど、うん、そう、その鳥の映像は自分で撮ってきたやつですか？鳥の映像はもう全然ランダムで、あの落ちてるやつ YouTube とか、はい、あとテレビのあの1ちゃん2ちゃんとかでやってるようなもののそう映像をそのまま投影したりとか、だからね、そうなんだよな、コンセプトと作業みたいなものがちょっとやっぱね平面になってくると、うん、難しい、ない、自分はすごい難易度が上がってくるなっていうのは思う、やるたびに思ってて、うん、そうだからこうちょっと自分の専攻というか、はい、勉強してたビデオっていう要素はやっぱりどっかに入れたいなと思ってて、そう展示として置いてるっていうのが多いですかね、うん、こんなに綺麗にまとめたの初めてかもしれないですねあの自分の過去の作業。でも次はなんかね、これサメちゃん会で、はい、キャド使って図面引いてる人の人にからするとCAD とかのさ、あれ引く前にさ、はい、こういう作業ってやる？あ、いやこれは絶対やるんですよ。やるよね。これで書いてその数値をパソコン開いて CAD に打ってるだけなんですよ。だから先にこれやらないと作れないんですよ。そうですよね。あのなんか別に粘土をこうこねるみたいな印象じゃなくて、うんうんうん、そうだよね。そうですね。CAD ソフトはあの数値で打っていくだけなので。そうだよね、はい、これみんなやりますよね。あれ？いや、やりますね。やるよね。まあ、やるけど、うん、展示と上映だと書くものがちょっと違ってくる。ああ、そっか。いや、かもしれない。映像。映像で言うとコンテみたいな。うん、うん、ありますね。うん。なんかね、これあの場所決まって、なんか今回のやつも。まだ3ヶ月ぐらいありますよね時期的にあれ3ヶ月ない切ってますもん。1ヶ月切ってます。マジですか？来月の今頃にはそうそうそう、だから3ヶ月ぐらい前の作業じゃないですか、イメージとしては。なんかこう場所があってあそうなんかね、あのそう配置図見たら思ったよりでかいとこでそう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 、いやあの全然どこでもいい、自分どこでもいいスタンスなんですよ基本的に。その場所に対してどう作品を設計するかみたいなところが結構どの作業でもどの展示でもあるので、うん、まあ自分に課してるこうハードルの一つではあるんですけど、その壁面に対してどうオブジェクトをこう今回の展示では置いていこうかなっていうのを探ってる作業なので、学生には図面引けとか言ってるんですけどちょっと待ってもらっていいですかみたいなちょっと図面までちょっと待ってもらっていいですかっていう段階の作業ですね。なんかこう動線とかがあって
こう来てこう視界に入ってきて、はい、こういうものが置いてあるとその置く予定のものの効果が最大限に出るんじゃないだろうかっていうのをこういろいろまだだからねこの段階はね感覚で詰めてるところが多いですね。うん、形とか置き方とか距離感とか、これずっと続くんだけど大丈夫かな。そう、この時点だとまだ何を置くかとか、うん、ほぼ何も白紙の状態って感じ。ね、なんとなくあって、はいはい、そう置くものはなんとなく決まってるんだけど、でもそれも実寸で見ろって話なんだけど、なんかねその組む前に、まあ、気持ちいいとこを探すっていうとなんかものすごい抽象的で嫌いなんですけど、まずそういう作業をしないとちょっと詰められないんですよね、なんか自分の中で。だから今回のさ、このみんなこう作業のなんか多分この次のステップを結構作業風景とかで撮ってる人も多いと思うから、どうしようかなと思う、そうどうしようかなと思ったんだけど、なんかでもあとねちょっと手癖、線を引くみたいな手癖もねやっぱ自分の中で作品を作るときに一回やりたくて、あ、そうなんかこのライン、このラインこのラインがここに反応してみたいなのをちょっと確かめたくて、うん、これってなんか1四角が1壁なんです。1壁今ずっと続いてる。そう1壁に対して、うん、ああ、これマジあれだな、なんかこれ見た人がさ、あこの1壁で行ったんだみたいなさ確かにそうそうそう、なんかなるよね、捕まれ的な、なるよね絶対。そうでもなんか思ったよりその与えられた場所が自由度が効きそうだったので、うん、うん、なんか割とこの段階では好き勝手いろいろやってる感じですね。これなんか一番恥ずかしいかもな、なんかこれなんかバレだよね、この左上の、うん、なんか無造作感はこれのためにこれはねちょっとやっぱりねあの映像置いちゃうよね。置いちゃうよね。これって、うん、関根さんの自宅ですか。これね、あの研究室の端っこ。端っこで、これもね、いやまあいいんですけどね、別に言ってもあのライティングとかしちゃってるんで。いやそうなんかそうだなと思います。映像のこう。まあ、スマホでこれ撮ってるんですけど、はい、スマホの置き方とかむしろそっちに時間かかってるみたいな。ノートをこうやって切るの好きじゃないんですけどこの映像そうここで考えてて、これもね結構ねさっき何ヶ月前とか話したんだけど、結構やっぱそれぐらいから実際いろいろ考えてたりはしてて、形とかで置くものも、まあ、なんとなく決まってはいて、それはあのみんな答え合わせをしてくれると嬉しいんですけどこれを置くってことはこうだよな、こうだよな、でコンセプトがこうだとしたらこういう置き方だよなっていうのを探ってる感じかな。これ、うん、映像的には全然見れますけど、ね、うん、
手ぐさが飽きずに見れる、うん、何ができるんだろうと思いながらじっと見れる。手癖がね、なんかね、時々植物描いちゃうんだけど、あ、これ撮ってるんだと思って途中でやれてる。そう、この画面の左側に写ってる手帳がいつも持ち歩いてる手帳って感じなんですか。なんかね、そう、手帳も自分なんかね、これ文房具好きに怒られるかもしれないですけど、使い切ったことなくて、なんかこの手帳で言うと、この展示を考えるために買ったやつなんですよ。うん、だからこういちいち買い替えるみたいな。で、どうすか。いや、実際僕もそうです。なんかね、スーパーで5冊入りのノートとか、うん、そう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 、なんかね結構ね、ちょっともったいないけどそうなんですよね。でもこの切って置いてあるやつとかもやっぱりファイリングはしてて、あのクリアファイルにこう全部貯めといて、こういう過程で今回は作ったっていうのを後で振り返るようには、はい、振り返られるようにはしていて、うん、そうなんですよね、うん、そうなんですよね本当続くよ。全然見てられる。これ人間はいるんですか、どっか。人間はね、だいたいこれ壁の高さいくつだったかな、なんか縦棒で書いてる T 字の長いやつみたいなのは、それだ。ああ、これだ。ああ、はい、それが。これも実際のスケールじゃないんだけど、はい、要はアイラインでどれくらいの、うん、ただ壁いくつだったかな。で、半分、その壁が半分だとこれぐらいの高さだから、うん、じゃあ身長170とか160センチの人がこれぐらいのアイラインになるだろうなっていうのをなんとなく想定して、でもこれ見てる人ちゃんと図面引いてくださいねマジで、いざ組むときは図面をちゃんと学生が卒業制作の計画書でこれ出して、いや、そう、それはちゃんと縮尺でみんな図面を引いてくださいね。そう、指示書的なところもあるからね、うん、これあのなんか建築の展示に昔関わったことがあるんですけど、うんうん、その時その図面をたくさん展示するみたいな展示だったんですよ、うん、むさびの美術館でやってたんですけど、はいはいはい、あれでなんかいっぱい資料に目通してて気になったんですけど、うんうん、建築の方って最初にやっぱりこういうなんていうの、図面じゃないイメージ書いてから図面いくんですか、それとも、あ、図面手出すのってどのタイミングか。確かに、確かに。これが僕も正直建築が買ったんですけど、もうインスタレーションしてたんで、うん、実はあんまり分かってなくて。確かに図面にみんなどうしてんの、移行するタイミングねなんかあの一枚絵で、うん、その建築の完成図みたいなのってやっぱあると思うんですよ、うんうん、なんかイラストというか、うんうん、はい、これって図面の前なのかなとか、図面の後に描いてるのかな。確かに多分人によるんでしょうね。多分あんまりないのかもしれない。なんか今ってさ、 CG をグリグリすればさ全方向見れるけどさ、はい、昔スケッチっすよね。ですね、ですね、手書きです、ね、確かに。スケッチしたりざっくり模型を作るんでしょうね、うんうんうん、あのスチロールとかを熱線があったとかで引いて、うんうん、このぐらいのボリューム感だと人間が、確かに確かに、で人間のサイズがこれでとか、うんうん、やりながら多分みんな学生たちやってるんじゃないかな、うんうん、それやって、うん、いきなり図面行く人もいれば、またその絵スケッチでドローイングしてっていう人もいればって感じなのかなっていう図面のタイミングってやばいっすね、それなんか。だって最終的には図面が正解になるわけじゃないですか、うん、
バージョンがあるってことか、図面の。あ、それは多分何枚も書きますよね、多分。多分そうですね、先生から赤入れられて何枚もみんな書いてるんだろうなと。なんかそれこそムサビだと4号館有名だと思うんですけど、うん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 、あれが45度傾いてあるバージョンが想定されてたみたいな、うんうんうん、いやすごいっすよね、話が有名で、うんうんうん、それじゃなくて今のバージョンになったみたいなんですけど、うんうんうん、図面自体はやっぱめちゃくちゃ書き込まれてて、わあ、どこ図面書くってすごいっすよね、1枚書くのが大変ですもんね、でかいですもんね、なかなかあれ、いられとかない時代の手書きで、あれってどんなに巨匠になってもやっぱ書くんですか、一行みたいなのは。どうなんだろうね。どうなんだろうね。でもそれこそ多分アシスタントを多分動員してるんでしょうね、きっと。うん、ちょっとそんな図面の話してしもうね、あの全然関係ないこと書こうと しだしてるんですよ。もう右上の。右上の。なんかあ、こんな観葉植物あったらいいなみたいな、それを必死にこう釣ろうかなとか、配線モールここの出方こうかなとか、スケールに対してモールが強いから充電とか電池にしようかなとか、なんかそういうの。関根さん、これってそのパースありで、うん、ほとんど書いてるって感じなんですかね。いや、面で平面な感じ、平面で書いてる。でも一番右下ら辺の図とかってパースうんうんうん、そうっすね、壁面があって動線がこうでみたいな、実際詰めなきゃいけないことって結構なんかライティングとかいろいろあるじゃないですか、うん、現場の。けどなんかね、可能性探ってるみたいな側面結構大きくて、図面引いて同じスケールにしちゃうと、もうなんか絶対無理なことって、なんかまあそれを見るための作業でもあるんですけどね、はい、実際の縮尺でやるっていうの。でもなんかすごいこの作業は楽しくてやってて、そう、あ、これいけんじゃねえかみたいなのをこういろいろ試行錯誤してる段階かな。コスパいいですよね、そういう意味で。紙とペンであれば。でも映像撮るときとかもさ、結構コンテ切ります？僕は書きますね。なんか、うん、文字情報だけって厳しいなと思って。はいはいはい、映像を作るとき、うんうん、逆になんか絵1枚描いてこういうカット撮りますっていう方がスタッフも役者もすぐ飲み込めて楽なんだなって思って、うんうん、でもなんか最近はあれなんですよね、ちょっとめんどくさがっていきなり CG 触るようなああ、いやそうっすよね、もう四角い箱とかボンボン置いて、カメラ置いて、見え方どうしようか、レンズもミリ数変えれるしみたいなのやってると、なんか手で描くのなんかちょっと、いやそうだね、確かに信用できないなってなっちゃって、サイズとかカメラとか手書きじゃ表現できないもんね。ちょっとまあその描ければ、うん、そっちの方がいいんだと思うんですけど、うんうん、僕そこまでそのうまくは描けないというか、うんうん、あんまり信用できないなって絵描くんで、うんうんうん、なんかそっちの方がなんか早いのかなって、うんうん、初めからそのサイズも決まってった方が、うん、っていうので、でもあのこういう描く作業好きなんですけどね、うん、なんかね本当原初的な、なんかねこれなんかさ小学生が描いてますみたいなのでもさそう見えるじゃないですか、なんか
取っかかりとしてまずこういう作業みたいな感じがあって、マジでこれ怒られるかな先生みたいな、大丈夫かな。いや怒られはしない。大丈夫かな。こんなことやってんのかみたいな。研究室端っこで。研究室端っこ。そうそうそう。あのあれには行かないんですか。うん、iPad とかには行かない。いやーーそれね。iPad ね。それちょっと気になってて。いやーそれね、まあ、確かに。自分が最近すぐ欲しいっていうだけなんですよ。うん。なんか自分イラストとかもやったことがあって、デジタルで絵も描いたりするんですよ。でも圧倒的、いやなんだろう、これ別に自分がいい機材持ってないからだけかもしれないんだけど、いたタブ派なんですよね。へえ、なんか液タブじゃない、そういたタブ、板タブとトラックパッド最強説持ってて、こういう感じで拡大縮小で、ホイールはあのワコムの、ワコムさんの、はいはい、最強説あって、なんか iPad とあと Surface も使ったことあるんだけど、わかんない、その時代から進化してるかもしれないんだけど、なんかねデジタルだとなんかその紙信者ではないんだけど、なんかねそう紙とペンなんですよね。なんだろうね、逆にペンとかこだわりありそうっす、うん、このペン、ペンはねこれセーズステッドラーかな、マジックですかこれ、なんかねセーズペン、セーズペン、うん、でも100均のボールペンとか全然使う、あなんかそうそうなんですよね。もう黒一色で、黒一色でなんかそこにあるやつでみたいな、ずっと書いてますね。ずっと書いてる。すごいですね。止まんないし。暇なのかな。でもさ、映像で言うとさ、最近ビデオコンテとかあるじゃないですか。ありますね。あれってやっぱ CG が出てきてからなのかな。いや絵コンテも、うんうん、絵コンテそのままスキャンして、うんうん、それで V コン作って、あ動かすみたいな。はいはいはい、文化自体はもともとあったんですけど。うんうんうん、あれはまあね、カメラワークがやっぱ、うんうんうん、ちょっと限界があるんで、うんうん、CG の方が、まあ、動くし、うん、っていうこと、早いし、うん、なんか正確だしっていうことだと思うんですよ。なるほどね。やっぱ技術とか機材の進歩で制作過程って変わってくる、ね、うんうん。まあ効率、うん、効率ってことですよね。うん、そうだろう。なんかそうやって作られたものよりやっぱ昔ながらの絵コンテの方が味があって良かったりします、ね、うん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 、振り返ってみる分にはみたいな、なんかそれ自体が作品に見えたりする時とかもあるしね、なんかコンテ超えられないみたいな、なんか現場ごとにありそうじゃないです か、うん、なんか大御所のこれあれですね、ちょっと早回しするとプロ、よりプロっぽくなるんですよね。あ止まんない感じの、なんか本当のプロっぽい、なんかちょっとなんかもう計画全部できてるよみたいな、なんかね。それってでも考えながら手動かしてる。そうそうそう、なんかこうだなこうだなとか、この場合こうだなみたいな。これなんか無限にかけちゃうんですよね。いやでもなんかその、うん、最近アウトプットするの大事だなって思ってて、うん、なんか頭の中で考えてるだけよりこういう方が絶対進みますよ。
出力して見て判断してった方が、うんうんうん、そうなんですよね。ひたすらこんなに書かないでしょ。でもみんな全然書かないそうだよね、絶対そうだよな。なんだろうね、多分こんだけ考えてここに行き着いたっていうのをこう自分の中でこうなんだろう、自分の作品に説得力を持つためのなんかプロセスの一つではあるかもしれないですね。なんか、だから絵描く人だと例えば構図をびっちり決めてから描き始めるみたいな、うん、とかそういう感じかな。これ自体が絵みたいに見えてきますよね、一枚の。なんかさ、こう建築とかそれこそ細かい絵ひたすら描いてる子とかいなかった？断面図、団地の断面図を自由帳に永遠に描いてる子とか いなかった？いたかな、そんな。なんか いたんだよね。なんかクラスにずっと休み時間とか。あ、終わった。あ、だからなんかそういう過去のそういうなんていうんだろうな、体験みたいなのもちょっと自分の中にあるのかもしれないですね。大丈夫そうかなこの感じ、これあれだよね、いろんな上がってる動画の順番をちゃんとこうついで見る人っている？みんなついで見るのかな？いやもう知ってる人のポチじゃないですか、ね、だから名前見て CI の学生だったらもう責任、マジその後他の人もちょっとサメちゃんの後に見ないでほしいなこれどうなんだろうな、まあ制作だから自分で言うとなんだろうな、映像とか頭の中でイメージしてああやってまずラフで描いて次に図面で縮尺ちゃんとしたのを作ってあと設営みたいになるから、うん、制作画面みたいになるとあとはなんかあのアマゾンでなんか機材買おうとしてるみたいな。ああ、僕もそうです、ね、買い物してる姿になってそれあるよね。あと買い物してる姿もなんかハンズとか社会人とか行ってる姿もそれね、そう迷ったんだけどなんかマジでそれドローイングより恥ずかしいなと思って買い物してる状況そう、 そう、 そうなんかでその資材とかもさ、なんか学生の頃とかさ、ハンズとか、はい、ホームセンターとかなんか行くじゃないですか。出ましたね。でそのでやっぱある程度こう作品作りとか数こなしてくるともう形とかその部材自体もやっぱりこう自分で作り出さなきゃいけないっていう状況になってきた時に、ホームセンターとか未だ行きます？いや行く時は結構行きますよね、うん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 、ハンズとかね。なんかもう大物っすよね、たるきとかさ、はい、板とかさ、はい、なんかあここのたるきいいなみたいな、なんかこだわり、はい、そこまではない、全然ないです。だから結構そのコーデの人とかやっぱ、ね、うんうんうん、ね、クラフトの人とかさ、なんかこう素材見てこれいいみたいな、うん、そうね、いやああいう映像が僕にもあればよかったし、いや確かにいやそうなんだよ、よく見てる姿しかない、本当そうなんですよね。でもこれ多分ね、一堂に返した時に結構面白いと思いますよね、うんうん、なんかじゃ嘘でもなんかスーパーとか行ってる映像入れとけばよかったかな、 なんか野菜吟味してるみたいなさ何の作品作るんだみたいな、うん、そうですね、なんかやっぱふざけらんないね自分の何かとかなんかちょっと
姿が映ってるとちゃんとしなきゃってなるね。残るっていうのはちょっとね。そうだね。そうだね。緊張感あるね。うん、確かに。2021年のね。こんな感じ。こんな感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。